でスプラザ TV は第276回目のスプラザ TV です。それでは早速先週末を聞いてみてよ、どうぞ。倒れそうな時もう前に進めないって感じた時に諦めようと思った魂が願う夢を、もう何もできないって全てを投げ出したくなって、どうしても後ろばかり見てる、だけど天使屋の試合では1ゴールを決めることができて嬉しかったです。これからも勝つので応援よろしくお願いします。エスペランサ1年の安西卒業です。この前のオルテンシア先生は先制点を決めることができて良かったです。次のウルセンも勝つので応援よろしくお願いします。ハメマリア、ワンドセラスミア、コーナー、イエーイ。今回のフレーズはこちらです。ナシオ・ヘスっていうのは、イエス様がお生まれになりましたという意味です。皆さんクリスマスの意味を知っていますか？クリスマスはイエス様が生まれた日です。イエス様の誕生日です。なので、皆さん一緒に、イエス様の誕生をお祝いしましょう。今週末の日程です。今週末は U13 の、今年の最後の試合があります。皆さんぜひ応援してください。12月22日6時から8時頃までエスペランサクリスマス会があります。皆さん、イエス様の誕生日を、お祝いしにみんなで集まりましょう。ぜひ来てください。今週末のエスペランサ TV はここまでです。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまた来週、バイバーイ。